はいどうも、バシヒデです。ってことでですね、今日はですね、テイクオフ株式会社様からご提供いただいた加湿器ですね、ラシドールというね、加湿器なんですが、そちらをレビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。I can't read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、今ね、簡単にまとめたものをお見せしたんですけれども、動画の中でね、まあ見せきれなかったところを補足的な感じで僕が、説明していこうかなというふうに思っております。はい。で、この製品名はね、ラシドールっていうんですかね、ラシドルって言ってる方もね、いましたね。ちょっと他の YouTuber の方がね、レビューしてるのとかも見たんですが、ラシドールですかね。ラシドル。うん。LACIDOLL。非常にね、可愛らしい名前だというふうに思います。で、ね、見た目もね、とても細長くて、タワー型で、スリムでね、なんか白くって、ね、非常にね、デザインもね、とてもいい感じだなというふうに思っております。で、製品の型番が LCDJSQ-018 というね、型番ですね。で、中にはね、こういった説明書もついてますし、あと、なんかね、これ何ですかね、これ飴ですかね、これ。飴かな、飴じゃねえの。はい、すいません。変なボケは置いといてですね、これは多分掃除するやつでしょうね。こういったね、グッズも入ってました。はい。で、まあね、大体もうお店でね、大体の内容はもうわかるかな。まあただ水を入れてスイッチを入れれば加湿されるよっていうね、ものですね。はい。使うにあたっては非常にそんな難しいことはない。ごくごく普通の加湿器ですね。こちら、消費電力が 28W ですね。28W。で、こちらを24時間ね、ずーっと使いっぱなしにしていったら、だいたいいくらかかんのってことなんですけども、まあ、フルで24時間回し続けて、約18円。ね、約18円かかります。ね、1日回して約18円。で、24時間、その連続で1ヶ月間使ったらいくらになるんですかっていうと、だいたい540円。540円。なので、まあ、ね、まあ、置く場所にもよると思います。会社に置くのか、自分の部屋に置くのか、リビングに置くのか、寝室に置くのかってね、その、使い勝手にもよると思うんですけれども、非常にね、電気代はそんなにかかりませんよというね、言ったところじゃないでしょうか。ね。はい、非常にお安くリーズナブルに使える製品となっております。はい。で、まあ我々ね、人類がね、暮らしていくにあたって室内で快適な湿度っていうのがあるんですけれども、でこの時期だんだんもう秋から冬に変わってきますね。はい。
冬場はだいたい 40% 以上から 50% ぐらいがいい湿度だよねっていうふうに言われてます。はい。で、40% 以下っていうのが、まあ、いわゆる乾燥しているねっていうような表現をされるんですけれども、40% 以下になると、インフルエンザウイルスが活発化しやすい湿度っていうのが 40% 以下っていうふうに言われてますね。はい。で、今流行りのコロナウイルスはどうなのかっていうとこなんですけども、コロナウイルスに関しては、その湿度とかあんまり関係ないじゃないかっていうふうに言われてますね。はい。高温多湿のところでもね、コロナウイルスっていうのは、まあ、生きていたりするということなので、そちらはね、まだまだ研究が進んでないような感じで、僕もね、ちょっとまだ調べてもあんまりよくわかんないんですけれども、まあ、インフルエンザウイルスですね。この時期猛威を振るうインフルエンザウイルスに限っては 40% 以下で活発になるよってことなので、部屋の湿度を 40% 以上にしときましょうっていうのがね、情報としてあります。はい。で、逆に今度高い方、なんで 50% なのっていうことなんですけども、60% 以上になると今度はですね、カビそしてダニっていうのが発生しやすくなる数値なんですね。なので、まあ 50% から、まあ、60いかないぐらいが最適かな、快適かなというふうに言われてます。はい、もう一度言います。冬場ですね、僕らが生きるに、快適な湿度っていうのはだいたい 40% から50%ぐらい、まあ50、まあ60いかないぐらいですかね。だから僕は今56とかにしてますね。はい、してますっていうか勝手に56になってますね。はい、湿度計もついてるんですけども、このラスト4で、はい、という感じで、まあ1ヶ月ねフルで使ってもおよそ540円で、快適な湿度は 40% から 60% 以下、まあ 55% ぐらいがいいかな、はい、と思っておりますに保っておくと非常にねいいんじゃないかなというふうに思います。この時期ねどうしてもね、まあお肌乾燥してしまう、まあ女性とかね、最近ね、まあ美男子なんて言いますけどね、肌の質とかを気にする男子も増えてきてますしね、そして女性の方特にそうですよね。まあ湿度っていうのがまあ保たれた方が良いね、保湿をした方が良いという時期になってきますね。それから赤ん坊ですとかね、うん、あとはまあペットを飼ってる方もそうなのかな、ある程度部屋の湿度っていうのはね、うん、大切になってくるのかなというふうにも思います。はい、なので、ね、赤ちゃんが寝ている寝室とかにポンと置いておくのもいいかもしれないですね。で、仕様を見ていきますと、仕様を見ていきますとですね、まあ風量っていうのは3段階切り替えることができますね。で、最大加湿能力がそれぞれ風量1、2、3に対してね、170、風量1の時は 170mAh、 風量2の時は 250mAh、 風量3の時は 300mAh で、消費電力は先ほど言ったように 28W で、適用畳数目安っていうのが約40畳までっていう風になってますね。だから40畳の部屋までね適用されるっていうことなので、非常に広い部屋でもね、まあ加湿されるんじゃないかなという風に思います。で、このね、容量は8リットルのね水が入ります。8リットル、重たいですね。8リットルって言ったら持てないですね、そう簡単には。で、8リットルのね水が入りますよってことなので、だいたいねどれくらい回せば空になるのかっていうのはやってないんだけど、まあまあ1日回してても8リットルっていうのはなくならないんじゃないかな。まあ風量3にするとどうなんだろう、ちょっとごめんなさい、そこは測ってないんですけど、まあ8リットル入りますよってところですよね。はい。で、安全装置っていうのが入っていて、体木防止機能とかね、まあ水をね空にしてスイッチを入れちゃっても体木防止機能っていうのがついてるよと。あとは倒れて自動運転停止、倒れた時、まあペットですとかお子さんがね倒しちゃったよって言った時は自動運転停止機能がついてるので、まあ安心ですね。ただ倒した時には中に入ってる水は全部ぶちまかれます。なのでそこはねちょっと注意して、使わないといけないですねって言ったところじゃないでしょうか。はいね、まああとは特に普通に使っていれば、まあ、加湿されると思いますので、はい、でね、こういったリモコンもついてますのでね、遠隔でね、まあ、操作もできますよっていったような形ですね。
で、まあ僕ん家にね1台ね加湿器、空気清浄加湿器っていうのがあって、それは日本のメーカーのシャープ製のものなんですけれども、シャープ製と比較して違うなって思ったところは、まあ僕買ったねシャープの空気清浄加湿器はまず煙っていうかね水蒸気がまず出ないですね。に対してこのラシドルはまあ加湿器なので、まあ当然水蒸気が出ます。まあその差があるなっていうのと、あと音はそんなに大きくないですね。むしろシャープの空気清浄加湿器の強とラシドルの強を比べると、若干シャープの方がねウィーンっていう音が大きいかなっていうような感じもあったので、音もそんなに気にならないかなっていったところですかね。はい。であとは先ほども申し上げましたように、シャープの空気加湿清浄機はまあ水を溜めるものがタンクになってますね、まあ、ペットボトルのようなタンク、蓋がちゃんとね閉めれるようなタンクになってるので、万が一倒したとしてもそこまでね水が床にピシャピシャってなるようなことはありません。ただこのラシドルに関しては万が一倒してしまった場合はね、まあもう床はもうびちょびちょになってしまいますので、そこのねまあ懸念というかね、まあ気をつけて使わなければいけないなというところは感じました。はい。ただね非常に噴霧量も多いですし、音もそんなに、ね、気にならないということで、非常にいい製品なのではないかなというふうに思います。僕のねこの動画の概要欄の方に、購入先のね、リンク貼っておきますんで、もしよかったらそちらの方からチェックしていただければなというふうに思います。はい。で僕の使用する場所はね、まあ主にリビングになるかなというふうに思います。この僕の今のこの収録している部屋はね、いろいろと電子機器、パソコンですとか音楽機材があるので、ちょっとあの噴霧量だとちょっと若干心配かなっていうのが、まあ平気なのかな、最近の機材は強いので平気なのかなと思うんですけど、やはりね精密機械はまあ水には弱いので、まあ、水分ですね、水分には弱いのでこの部屋には置かないんですけど、まあリビングで使っていこうかなというふうに思います。はい。というわけでね、今日はテイクオフ株式会社さんから提供していただきましたラシドル加湿器ねをレビューさせていただきました。ということで今日はこの辺でお別れしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。ピース。